がんにちはガンとたどる「ワイルドセブン」今回は「ガラスの城」その19回目です。悪徳芸能プロダクションの作戦で全国の劇場イベントからねハグネス人締め出されてしまいました。 ヒバはね、当然ね草並さん何とかしてくれということで草並に、えー、支援を求めるんですけども草並がもう少し時間をくれと今とんでもない秘策を練っているという電話がありましたねはいでその秘策がね披露されるまでの時間をねヒバ何とか稼ごうとしてますヒバともう一人ね非常に真面目なマネージャー、ね、アグネスに目を持っていますそんなねヒバとマネージャーの苦労も知らずにアグネスは 悪徳芸能プロがね「アグネスさんかわいそうですね食事でもいかがですか?」なんて言われてね「今のまんまだったらあなたはもうこのまま芸能界から干されちゃいますよ」なんていう言葉に乗ってついに遺跡書類にサインをしてしまいそうなところでございますさあどうなりますでしょうか、まあ、ワイルドセブンというよりもね芸能ビジネスの闇みたいなものがね はい、たくさん楽しめる、えー、この辺りです今日はね、えー、このマルシンのね、えー、ベレッタじゃないですよ、えー、ブレットですよっていうね <laughs> はいこのシルバーモデルちょっと並べてねこれ並べた理由もね前回もね、えー、ウエスタンムズのね、えー、84FS のねスパイパックだったんですけども今回もなぜねこうしつこく2週連続ベレッタ出してくんのっていうのは最後の方でねお話ししたいと思います。はい じゃあお話入っていきましょヒバとね、えー、マネージャーが雨の中一生懸命ね仕事を探しねあるいは小屋を探しいろんなところを回っているとねはいで戻ってきました事務所にね小さい事務所なんですよねそうするとねそこに書き置きがあったんですね「はい新しいマネージャーが見つかりました長いことお世話さま」。 嫌な女ですねしかしアグネスっていうのはねヒバも雨の中でバシャッとそのねメモをねくしゃくしゃにして勝手な野郎だもう怒りますねはいでヒバがねどこのプロが引き抜いたかすぐ分かるだろうと連れ戻そうっていうんだよね言うんですよね <laughs> すいませんちょっとヒバと一緒に喋っちゃいましたヒバはね 骨芸能がまあ後ろで手を引いているっていうのは分かっていますよね。はい、でヒバ、えー、がね「ちょっと待てよ」と「アグネスがサインをしたって移籍はできないよな」と「移籍にはマネージャーのサインも必要じゃないのか」っていうわけですね。 つまりアグネスは狼窃されて、はい、サインはしてしまいましたけれどもマネージャーのサインがない以上正式に移籍はできないということが分かりましたところがマネージャーあんまり嬉しくなさそうですアグネス自体をどっかに隠されてしまったら他のイベントに出演させられないじゃないですかっていうことですよね、まあ、要するにサイン云々というよりもまずアグネスを確保して アグネスにちゃんと歌わせるってことができない以上どうしようもないというのがマネージャーの意見ですね3日後にフェスティバルが迫ってるというのにはいこのフェスティバルというのがですね屋久島ですね世界遺産のあるすごい自然のある屋久島ここにですね日本中の人気歌手を集めてはい屋外コンサート等々を含めた ビッグイベントをやろううという企画があるわけです当然ねマネージャーはアグネスをそこに出したかったんですけれどもアグネス行方不明ということですねはいこの屋久島のイベントに空港そしてフェリーでね続々と多くの芸能人が集まってきますそんなね、はい、空港のロビーの片隅柱の陰からサングラスをかけた女が覗いています そこから、はい覗いているその、えー、サングラスの女に声をかけるのが土曜工業破骨プロの下の悪いところですねはいそこの男が声をかけます「惨めですなアグネスさん本来あなたがね不安に囲まれる立場にいるはずなのにこんなところから覗き見ですか」っていうわけですよはいアグネスね現れましたアグネスもこのね 薬島のイベントにどうしても出たくてだけど自分は出れないということでねはい、えー、サングラスをかけてね人目に触れないようにしてこっそりと、えー、飛行機か何かに一緒に乗ってきたんでしょうか覗いてたわけですねそこに寄ってきたのがまた例のね同謡、えー、工業の連中、はい、今からでも遅くないんですよとあなたさえね移籍してくれればっていうことなんですけれどもいやマネージャーのサインがないとねと。 そう簡単にうちには移籍できないんですよ。かわいそうにみたいな感じですね。でアグネスはねもう全然ねもう自分の元マネージャーとかヒ場には何にも関係なくてねうちのマネージャー同ジで頑固でってねもうとにかくね自分のことしか考えないもう徹底的に嫌なやつに書かれてますね。はいこれ望月先生の狙いだと思います。はい。でそんな中ね えー、いきなりアグネスのところにポッと現れたのははい我らがヒバちゃんですねここでねおかしなことがありますアグネスはね帽子も何もかぶっていなかったはずなのがいつの間にか帽子をかぶって、えー、制服を着て婦人警官の格好になってますねはいこういうのはよくありますねはいでヒバがね「アグネスマネージャーが表に迎えに来てるぜ」 っていうとアグネスはヒバにね「はいじゃあサインもらってきてよ」というわけですね遺跡のサインですね。とヒバがね「劇場に出られりゃ文句ねえんだろ」っていうわけですよ。そうするとね羽骨、えー、プロの連中が「この期間中つまりフェスティバルの期間中屋久島の全部の劇場は押さえてあるよ」と「お前たちが要するに出演できる小屋はないよ」というわけですね。ヒバ へっ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 へ俺にはでっかいスポンサーがついているのさっていうわけですね。ハコ骨プロ「アグネスはったりだぞこんなの乗らないで移籍しよう」っていうようなことを言うんですけれどもヒバは「はいアグネスとりあえず見てもらおうか」と駐車場に案内しますそこでアグネスは「はい手のひら返しですね。まあこれが私の専用?」みたいな感じで。 はい大喜びですでヒバはね一緒についてきた破骨芸能の連中に気の毒になこれで遺跡させ損なったなっていうわけですね破骨プロの連中は事務所に戻って上司にはい天末を報告するんですけれどもおたおたするなと上司はね小屋は全部押さえてあるいずれは泣きついてくるわい,いなんて鷹をくくっております 舞台は夜の公園に移ります静寂に包まれてねカップルなんかがちょっとベンチに座ってるような公園にいきなりゴーっと現れましたはいこの形どっかで見たことがありますはいあれらがセブンレーラーですねセブンレーラーが思いっきりデコレートされていますこれが公園の噴水の広場のところに止まってガパンと開きます はい、連載の時これ見た瞬間ね、何か撃つのかしらみたいに思いましたね、セブンレーラーはね、あの首にロープの時みたいにね、あの大砲を積んでいるバージョンもありますんでね、はい、でガーッとね、はい、後ろの、ね、コンテナがバカンと開くと、そこから何かのばシャバシャばシャ,ッバシャッ発射されて、はいえ、公園の中の木に刺さります、グさくさくさ。 そこにねワイヤーがピーンと張られて、そこからシューッと何かがねスライドしていきますね。はいセブンレイラーの中でオペレーションしているのはヒバです。バッバッバッと同じようなことをね何回か繰り返しています。はいどういうことなんでしょうかと思っているうちに、はいそのねヒバが発射したねピシュン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 って発射したワイヤーに吊り下がったものがピカッと光りますね。はいスポットライトなんですね。 つまり公園の広場をいきなりスポットライトでバーッと照らし始めましたそしてセブンレーラーがさらに開くとその奥からははい、えー、アグネス・ジンが登場して手にはスナブノーズのリボルバーを持ってますそしてセブンレーラーのコンテナーの後ろ側で出来上がった特設ステージがパパッと明かりで照らされてはいライブが始まるわけですね 聴きつけた公園の外にいる若者たちが集まってきてたちまち公園は、はい、大きなコンサート会場のようになりました草波さんの言ってた秘策っていうのはこれだったんですねはい。 小屋から締め出されてしまいまいしたから小屋を作ってししまえばいいとしかもそれが移動できればなおいいということで「はいセブンレーダー」の城側を即席ステージとするような改造を施してたたちに渡したわけですね当然それを見に来たね破骨、えー、芸能の連中がいちゃもんをつけますまあ大したもんだなとただ街に行ったって泊まるところなんかないじゃないか。 なんていうとねマネージャーがね自慢げに中を開けるわけですねはいそんな時のために風呂もも洗面所いいていますそしてさらには下手なホテルより完備されたもうね近代化された SF みたいなベッドが出てきますセブンレーラーのコンテナの天井のところからバーッとねベッドが降りてきてパタンとなってそれがね、えー、もうすぐベッドになって寝れるようになるわけですね もちろんトイレもついてますっていうことでこれがどん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 話題になっていくわけですね。動く劇場とかって言われてね雑誌にどんどん取り上げられていきますそしてついにアグネスは1万人先ほどの屋久島のフェスティバル全部で3万と言われてるアグネス1人でこのセブンレーラーで1万人集めてしまった。 とということですさあこうなるともうね箱津芸能の連中も黙っちゃおれませんついにはいマネージャーが判を押さないんだったら消し止名ということではい下部組織、まあ、土曜工業っていうところですよねそこに拳銃を渡すというところですこれで始末してこいっていう感じですね でこの時渡される銃がですね、えー、調べてみますとですね、えー、参考にしたのはこのね、はい、えー、別冊がんですね、昔のね、はい、これのね、103ページに出てきます、ベレッタ M70 ということですね。で、望月先生がものすごくこの銃をアップで書かれているんで、比較的特定はしやすかったと思います。ほぼ間違いなく M70 と いう,ふうに私は確信しておりますところがですね残念ながら M70 は、えー、私の知る限りモデルガンでは存在しないと国内のね。ということで今日はねこれの後継の M84 ねこちらの方をね、はいえー、登場させた次第でございます。いかがでしたでしょうか。ね やっぱりね草みの秘策なんか私もっと政治的なことをいろいろ画策して例によって鳴沢さんか何かが何かしでかすと思ったらねこのセブンレーラーを使ってるっていうねはい、まあ、簡単に言うと草みさんはセブンレーラーも今のところ私が知る限り3種類作っていますんではいそのノウハウを生かしてはい劇場を作るのはまあ耐安かったんだろうなと。 草波がもう少し待ってくれというのは要は「セブンレーラー」の改装するための期間だったんでしょうか。で比較的私この話の中でこの「セブンレーラー」を作った即席劇場っていうのがねすごく印象に残ってましてなんか憧れてます、はいえー。プラモデルでもね「セブンレーラー」ありましたけれども大砲バージョンとかありましたけれどもね、はい、この「ガラスの城」の時にはもう「ワイルドセブン」 ねえー、プラモデルが発売されることももうなかったと思います今からでもどっか再販してくれないかなと思ってますねあのデカがね売、えー、ってた大砲バージョンですねあれはプラモデルありましたけれどもねまたあんなのが出てきたらねより楽しめるのになあなんていうふうに思っておりますということで「えー、ガンとたどるワイルドセブンガラスの城」第19回はい えー、締め出されたアグネス騎士改正草並さんの秘策セブンレーラーを改造した移動式劇場のおかげでまた背景、はい、芸能界でそれなりのポジションを占めることができそうですそれではね、えー、この辺りで終わりにしたいと思いますではまた